はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。2時半を回りました。まったりとした午後を過ごしておりますけどまったりとした午後にふさわしい話題ですね。東洋経済、最近あんまりこう関わりがなくなりましたけど、24日ちょっと前ですねの6時、朝の6時だ記事でございまして、男子就活生1万人が選ぶ就職人気ランキング、伊藤忠3年連続トップ、金融系企業の人気根強いというサブタイトルでございまして、書いてあるのはですね、宇都宮徹さんという東洋経済の記者さんですね。ちょっと最初読んでいきましょう。就職内定率は昨年よりやや上昇。文化放送キャリアパートナーズの就職情報研究所が発表している3月下旬時点の内定率を見ると、内定保有者は 33.4% で、3月上旬の 23.9% から 9.5 ポイント増えた。前年同期比では 2.2 ポイント増と前年をやや上回る数字となっている。うにゃうにゃうにゃって書いてありますね。今緊急事態宣言下でその就職活動ってどうなってるんでしょうね。そういえば私も最近街歩きませんけども、リクルートスーツを着た人たちを見かけなくなりましたね。ああいう活動はもうしてないんでしょうかね。皆さん家でズームで面接やってるんですかねまあいいですけど、このランキング、これランキングって書き方がようわからんな。今回は男子就活生1万人に絞った就職人気ランキング男子学生版の上位100社を見ていきたいと。で、文化放送キャリアパートナーズ就職情報研究所というのを出してる。この手のねランキングってね、僕らの業界でいうところの住みたい街ランキングとかあるんですけど、あれと一緒でいろんなところがやってるんですよ。で、私はあれあんまり気にしない人間なんでどうでもいいんですけど、そんなもんね、住みたい街ランキングとほんまに住む街ランキング、家を探している街ランキングとは違うわけであって、住めるところも違うわけであって、まあ人気があるかないかぐらいの参考程度になるんですけど、就職ランキングもね、そういう意味ではなもんがあります。それでこの表が出てましてですね、表出てます。2022年卒前半1から50位、ね、男子学生でございます。1位は伊藤忠商事ですね。これなんていうかこう21年、この 2回の調査連続1位。伊藤忠なんでやろうと思ったら、あれですね、テレワーク、基本テレワークになってるんですね、伊藤忠の場合は。もう早くもそれがねランキングに出てるということですね。会社行かんでええやんみたいな僕らから見るとね、なんで伊藤忠よりも物産とか商事行ってた方がええんちゃうのという、住所はちょっと厳しそうやけどみたいなねそう思うんですけど、なぜか伊藤忠ですね、人気ありますね。2位が日本生命保険、3位が三菱商事ですね。4位が大和証券グループってようわからん、ね、なんでこれが野村証券ちゃうのと思うんですね。まあ確かに野村証券行ったら厳しいっていうのはわかりますから大和証券一つ優しい大和証券でもそんな大して変わらへんな、見てるとこんな変わりませんよ、はっきり言うて5位が東日本鉄道ですね、JR 東日本で。まあこれは分からないでもないけど、今ちょっと業績落としてるんじゃないですか。で、6位がスカイっていうのはよく分かりますよね、 SKY。 もう全然知らんわこれ。で、7位が SMBC 日興証券、8位がみずほ証券で、野村証券が出てけへんやなんでみたいな9位はみずほフィナンシャルグループ、みずほね。なんでその三菱銀行とかではなくて、こっちなんでしょうね。10位が三井住友信託銀行。まあ、信託というのはですね、あれ、ドブ集めんでいいんでね、まあ、いく分なんかエリートっぽいですよね。11位、三井住友銀行。なんで、みずほが上ねんろ、あんな、緩い会社。12位が NTT データ。NTT 本体でないところが見そうですねNTT データ何がええか知りませんけど。13位大日本印刷、
はっきり言ってこれ社用ですよ、印刷言って。違うことやってるのかどうか知らないけど、14位ソニー生命保険。なんで西洋が、はい、ちょっとくしゃみしてました。12位が NTT、ですね、あ、違う、14位がソニー生命保険。15位が第一生命保険って、生命保険ね、なんでやろうね、よくわかりませんけど。16位、損害保険ジャパン。もう、損保ってね、僕が学生の頃と全然名前変わっててね、どこの会社がどの系統なんて全然わからないよって今。17位、大和総研。野村総研ってことで大和総研なんですね。野村嫌われてるんちゃうのもしかしてと思いますけど。18位、明治グループ。明治製菓ファルマ。19位、東京海上日動火災保険。昔の東京海上と日動火災が一緒になった会社ですかね。昔はこのね、東京海上が僕らの時は1位でしたけどね。20位がソニー。ああ、取り戻しましたね、だいぶね。昔はね、10位以内に必ず入ってましたよ、ソニーとホンダは。21位、三菱 UFJ 銀行。22位が博報堂。このね、電通より上に来てるっていうのがすごいですね。23位、りそなグループですね。24位、味の素。25位が東海旅客鉄道、JR 東海。ちょっとね、新幹線需要が減りましたんでね、あれですけど、26位、バンダイ。27位に、やっと野村証券。嫌われたもんや。28位、サントリーホールディングス。これ、僕らの時代はまあ、5位以内に入ってましたね、サントリーはね。29位がトヨタですね。これね、昔は10位以内に必ず言いましたけどね。あ、で、30位が三井物産。三井物産が30位っていうのもね、なんかね、31位アサヒビール。32位にやっと NTT 東日本で来てますね。まあ、以下、35位に JR 東日本企画で来てます。これはですね、JR 東日本の子会社の広告代理店なんですよ。まあ、手堅いですけどね。でも、こんなところに来るような会社ちゃうと私は思ってますけど。36位、ジェピターテレコムって何かと思ったら、ジェイコムですね。これは昔の大阪優先って言って、超マイナーな会社なんですけど、今はなんかメジャーな会社になってしまいましたね。私のね、コピーライターの先輩のお姉ちゃんが、大阪優先の社長の奥さんになって、なんか宇野一族ですよね。なんか、いろいろ話聞きましたけど、もう今はすごいメジャーな会社になってますね。はい、以下ガーンという、41位が電通。あかんやん。42位が読売新聞社。あ、はいはいはい。いやいや、まあ、おいでね。昔は大体30位ぐらいに、僕の感覚では30位ぐらいに三井不動産とか来てたんですけど、あらへんやんと思ったら、やっと51位に三井不動産が来てるんですよ。で、60位が浜工業って言って、これ大阪の鉄鋼の商社なんですけど、なんでこんなマイナーな会社ここに来てんやと思うんですけど、さらにその下、63位に三菱地所が来てます。これね、情けないですね。不動産会社がやっとここなんですよ。51位が最初で63位ですか、みたいな。私はね、マンションにずっとかかってきましたんで、この両者ともに多少は知ってますけども、ものすごいエリートですよ。三井は、慶応罰が多いかな。三菱地所はですね、慶応と東大がこうテレコになって社長を取って、そのたんびにガーッと人事やってますけど、エリート前とした人たちがいるんですけども、マンションを作ってるのはさらにこの子会社なんですよ。三井不動産レジデンシャルであって、三井不動産レジデンスかな、とかいう子会社になっててですね、一段落ちるんですね、マンションは。で、そこの 上層部に来てるのは親会社から来た人たちであって、それでプロパーがいて、でその下に販売会社系の人たちがいるんですけども、ものすごいピラミッド構造になってて、その販売系の人たちはもうあれですね、もう兵隊。で、その人たちを私たちが、我々広告屋が相手をしてると。で、時々、あれですね、降りてきたようなエリートさんが向こうの方にドンと座っててですね、最後に決を決める、決を取るというのが構造でしてですね、我々は死の交渉をなんたらのそのまたしたということになりましてですね、彼らは遠くから仰ぎ見てたわけですけども、まあまあ頭のいい人たちですけども、まあまあまあ言って言
うてみれば現場は分かってないですよね。大公家様みたいな人たちで、でまあ下々が走り回ってマンションを売ってるという世界ですけど、はい、そのね、お公家様みたいなね、ミスの向こうにいるような人が、やっとこさ51位ですからね、これ。業界がいかにね、人気がないかっていうのがようわかります。なんで人気がないのか。華やかさもないけども、将来性もないんですね。で、あるいはこう、世間的なイメージもよろしくない。不動産屋の頂点にいるという、不動産屋自体のイメージが悪すぎるわけですね。三井三菱でやっとここですからね。他66位にダイワハウス工業とか来てますけど、これ皆さん不動産屋のダイワハウスではなくってハウスメーカーのダイワハウスをイメージされてるんだと思いますね。65位が積水ハウスですから。それでもうあとね、100位までに、不動産屋は1社も入っていません。95位に一条工務店というこの静岡のですね、マイナーな、ややマイナーなハウスメーカーが入ってまして、まあこれユニークな会社ですけども、そこにさえ至らない。88位に大東建託グループありますね。これを不動産屋とみなせば不動産屋ですけどね。情けなということでございまして、これ一応貼っときます。我らのいる不動産業界がいかに世間から、ですね、冷ややかな目で見られているかっていうのはいつもこの就職ランキングに現れているんです。だから冷ややかに見られてていい人材が集まらないから、この業界はいつまでたってもばっかりなんですね。はい、どうもありがとうございました。